あるな。開会宣言。会津若松観光物産協会会長菅慶一郎会津若松市長による開会宣言でございます。皆様おはようございます。ただいまご紹介賜りました会津若松市長の菅慶一郎でございます。平成20年度の会津祭り会津藩校行列、晴天に恵まれましてこのように盛大に開催できますこと心から感謝御礼を申し上げたいと存じます。また今年は戊辰戊140年、北方警備200年という節目の年を迎え、日本各地から会津ゆかりの地から、北は砺波藩ゆかりのむつ市、そして米沢市、そして長岡市、東京日野市、横須賀市、そして、蒲生公ゆかりの日野町、また桑名市から大勢の応援団の皆様おいでを賜り、ご参加賜り、盛大に開催できますことを心から御礼申し上げたいと思います。また砺波藩ゆかりの陸奥から宮下市長さん、東京日野市から馬場市長さん、滋賀県日野町から藤沢町長さんはじめ、副市長さん各議長さん方もおいでを賜り御礼申し上げたいと思います。また田中春中公家老は日進館を創設した家老でございまして、没200年ということで今日は会津親善大使を受けていただいております俳優の辰巳琢郎さん、田中春中役として心よくお引き受けをいただきご参加賜りましたことも心から感謝御礼を申し上げたいと思います。またこのように大勢の市民の皆様はじめ観光客の皆様方おいでを賜り盛大に開催できますことも心から御礼を申し上げたいと思います。今年は戊辰戊140年という節目の年でありますが、やはり幸福開場したのは旧暦で昨日9月22日、1ヶ月の籠城戦の結果幸福開場したわけであり、それから140年、やはり先人は俗軍の汚名を晴らすという、まあ、生き恥を晒しながらも俗軍の汚名を晴らすということも幸福する要因の一つであって、例のバラエティの糞尿で幸福したわけではない、強く抗議をしながら、詫び状を取った結果がございますので、まあ、先人の汚名を晴らすことができたのかなと、まあ、このように思うわけであります。やはり義に生きて不義に生きずという、会津人というのは先人はまさに人を裏切ることなく、裏切られても裏切ることなく、騙されることがあっても騙すことなくというか、まさに義を持ってその時代を生き抜いた。今社会を見てみますとまさに偽りである、会津の教えならぬことはならぬ、やはり相手を思いやる、相手のために尽くす、国家のために尽くす、人民のために尽くすという、そういうものが今求められているような気がしてなりません。我々会津人もそういう教えをしっかり守りながら、この思いをゆかりの地の皆さん方と共に日本に広げていくことが日本を救うことにもなるのかなと、このように思うわけであり、皆さん方と共に会津のやはり文化を守りながら一緒にそういった時代を築き上げてまいりたいと思っているところであります。また今年戊辰140年という節目の年にあたり、鶴ヶ城の再建計画をお示しいたしました。鶴ヶ城のリニューアルとともに密会所として言われるお三階の復元を優先して取り組んでまいります。どうかご参加の皆様方、今ふるさと納税いろいろありますが、皆様方のご寄付を賜りながら
皆さんと共に自慢できる鶴ヶ城の復元に向けて第一歩、140年の節目をもって本日第一歩を踏み出してまいりたいとこのように思うわけでございまして、ご参加皆様方の力強いご支援を賜ればと思います。ちなみに通行手形を発行いたしますので、1万円以上の方には通行手形発行して1年間鶴ヶ城輪郭は通行自由と、無料で通行自由というそういう手形も発行しながら皆さん方と共に自慢できる鶴ヶ城の復元に向けて取り組んでいく歴史的な今日は第一歩にしてまいりたいと存じますので、どうぞご支援方よろしくお願いを申し上げたいと思います。結びになりますが、歴史的な140年、戊辰後140年の歴代藩校行列、成功裏に滞りなく終了されますことを懸念しながら、皆様方のご支援をいただきますことをお願いを申し上げて、開会のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。